皆さんこんにちは、教育学科のヨンと申します。今回ですね、ちょっと皆さんに宿題の量について考えさせられる話をしていきたいのかなというふうに思っています。僕ですね、現役の塾講師をしていた頃にですね、高校1年生の女の子3人が、ちょっと僕の方にやってきて、先生、これから宿題とかってめちゃくちゃ増える予定ありますかと聞いたんですよ。いや、別にないけど、いつも通りだけどねっていう話をしたらですね、ああよかったって言うんですよ。なんでなんだろうと、どうしたの、なんかあったのって聞いたら、いや中3の時に受験生だった時に丸々先生が丸々の科目を担当してくれてたんですけど、自分の授業が下手なのを宿題の量でカバーしようとしてたんですよって言ってたんですよ。高校1年生の女の子が、話で言うと65以上の高校がやってましたね。すごい考えさせられることで、皆さんも思い当たる節ってちょっとあるんじゃないかなと思ってて、授業が下手だから理解度が低くなるので宿題の量でカバーする、こっからここまでの範囲を全部授業中に終わらせられない、だから余ったところ全部宿題にしちゃうっていうようなことって、1回2回ならいいと思うんですけど、毎回毎回やってると生徒に見抜かれてるんですよねっていう話なんですよ。まさにその高校、僕が担当してた高校1年生の女の子さんには、中3の時の先生がまさにそういう先生で、授業は下手、全然進まない、だから授業やったところもやってなかったところも全部丸々宿題で全部出て、で自分の授業が下手なのを宿題の量でカバーさせようとしてた、で気づいてるんですよね。この話をしたのはちょうどこの時期に言われたからです。なのでこの話から何を得るかっていうのはもちろん皆さん次第だと思うんですけれども、中学生ともなれば指導力のなさを宿題の量でカバーしてるかどうかってもうバレバレなんですよね。だからちゃんとある範囲からある範囲までちゃんと終わらせる、上手に終わらせて、その中で適切な宿題の量を出すっていうのを意識していってほしいのかなっていうふうに思ってます。だからやっぱり授業を磨くことも大事だし、どんな問題が重要かどうかっていうのを研究することも非常に大事だと思ってるんで、それを省いて全部やらせればいいよねってやっちゃダメだよねってことを、僕はその高校1年生の女の子たちから学びました。なのでこの話を皆さんと共有させてもらいました。はい、では参考になりました方、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。これなんか塾講師の中にはね、終わんなかったら終わんなかったところ宿題にすればいいやみたいなね、あの風に考えてる人がいっぱいいるんですよ。いっぱいかどうかわかんないよ、多少いると思うんですよ。でだから僕はそもそもなんですけど、これ価値観の問題だ。僕は宿題制っていうやり方はあまり好きじゃなくって、基本的にテスト制です。こっからここまでの範囲でテストが出ます。どうやって勉強してくるかは自分で考えてください。あまりの点数が低い場合は指導が入りますよという感じで、自分で考えさせて勉強させるためにはやっぱりテスト制にするのが僕は一番いいのかなっていうふうに思ってます。この辺に関しては塾の方針とか、いろいろ先生の考え方もあると思うんで、絶対にテスト制がいいと、別に言い切らないけれども、自分で考えて自分で、やってくる。で、合格点が8割なら8割取れる勉強をどうやってやったらいいのか考えさせる、僕はこれが一番いいのかなというふうに思います。ただこれは高校生だからできたのかもしれません。小中学生の場合は、できないかもしれないんだけど、でも僕個別指導やってた頃、小中学生の面倒見てましたけどね、8割取れる勉強やってこようねって言うと最初のうちはできないんですよ。でもだんだん言ってるうちにね、取れるようになってくるんですよ。ああ自分が3週やれば8割取れるんだろうなって分かってくると、もう自主的に3週やってくるんですよね。っていうふうになるのが本当一番いいのかなっていうふうに思います。与えるっていうのはこっちも楽だし向こうも楽だけど、自主的に何かやるってことに関しては全く身につかないから、その辺はちょっとね考えた方がいいのかなっていうふうに僕は個人的には思ってます。だからもちろん何度も言いますが、会社の方針であるとかその塾の方針ってあると思うんで、一概に宿題を大量に出すことがダメとは言ってないけれども、与えたものをやってくるだけだと基本的には自主性っていうのは育たない、自分で考える力は育たないのは間違いないから、そこはなんか塾講師の皆さん工夫してやってほしいのかなっていうふうに思いますよね。中学校3年生で少なくとも授業力のなさを宿題でカバーしてるってことがバレるんだから、やっぱそこは考えものなのかなっていうふうにちょっと思っております。はい、では今日はちょっと厳しい話でしたけども、これでおしまいにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。